ウォルター・クライスラー・クライスラー、ビルディング・ウォルター・パーシー・クライスラーは、クライスラー社の創業者。アメリカ・カンザス州のウェイ・ミイゴー号を生まれ。父は、カナダ・ジャタム出身のドイツ・オランダ系。母は、ミズーリ州出身のドイツ系。クライスラーの自動車業界での経歴は、アメリカン・ロコモティブ社が自動車産業への参入を、決定した時に始まる。当時、アルコ・シャは多様化の一環として、 自動車製造に参入した。バンダービルトハイで優勝する、と、レースでは強かったが、販売には結びつかなかった。クライスラーは、その当時工場長を務めていたが、アルコが自動車業界からの撤退を決定する2年前の1911年、ビュイック自動車会社に移った。1919年に、ビュイックの社長を辞任し、ゼネラルモーターズの副社長となり、 1921年、マックスウェル自動車会社の株式を大量に取得した。1925年、マックスウェルとチャーマーズを統合し、自らの名を冠したクライスラー社を創業した。1928年にはプリマスでソートの両ブランドを設立した。同年、タイム氏の今年の人に選ばれた。1929年にダッチ社を買収。 ビッグスリーの一角に成長した。第二次世界大戦前には高い技術力でゼネラルモーターズに次ぐ第二位の座に就いたこともある。また超高層ビル建設に融資し、ニューヨーク、マンハッタン島にクライスラービルディングが建設された。著書に自助伝であるザ・ライフ・オブ・アン・アメリカン・ワークマンがある。1940年にその生涯を終え、現在は 3B ーーホロー共同墓地に眠っている。1967年、自動車電動入りした。この後のクライスラー社は、1987年に、ジープ、イーグルの両ブランドをアメリカンモーターズから買収し、ビッグスリーの一角ではあり続けたものの、1998年にドイツのダイムラーベンツによって、事実上吸収合併され、ダイムラークライスラーが誕生する。しかし、 2007年に合併は解消され、クライスラー部門はサーベラスキャピタルマネジメントに売却された。2009年4月30日、ニューヨーク州で連邦倒産法第11章の適用を申請し、破産、以後フィアットグループ参加でのブランド再建を目指す。フリーメイソンの会員であった。ありがとうございます。